こんにちは。ソックニッターのまゆみです。今日はつま先を編んでいきたいと思います。1個だけ編みます。で、ちょっとおふざけ動画で青森弁で行ってみたいと思います。使うのはアディの80センチの2.1ミ、mm、リ05針です。で、赤の5810オパールの単色を使います。 まんまるつま先と32目で編んでいきたいと思います。もう外外側側かかららっっててるので外側から撮っていきますこの動画にどういう需要があるかわからないんですが一回取ってみたいと思います。えっとノーカットでいくのでうんリラックスしたい時やちょっと眠い時におすすめです。で一つ輪っかを作っ で指でこう編むようにして下の針に引っ掛けて引っ張ります14目からスタートして32目までいきたいと思うので下からこう上に14回くるくるします。 多分ここのやり方がちょっと間違ってるかもしれないのでもしターキッシュキャストオンのやり方を知っている人はそのままでやってみてください方言っていうよりりこの発音の仕方が違うっていうバージョンで撮ってみたいと思います東北の人には懐かしいかもしれないし九州の方の人には ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけどそれも楽しんでくださいローと14。私の中ではこの時点で1段が終わってるので次から2段目でもう増し目していきます。最近ちょっとピントが合わなくてごめんなさい新しい場所で撮ってるのでこんな感じです。できる限りアップでいきたいと思います。 端っこは、えー、とこっちから数えてみると2 4、4と2 4でここの端っこ最初に作ったやつなので外して糸始末しながらいきます。でこう外してここにしてで最初はここを無視して1回編みます。そしてと編み出し増し目をこうする時に下から上にして。 でこのここにある糸をこう押す感じにしてでこれを糸始末つもしますなんか標準語に戻りそうな気がするけどやってみます普通に編むここの下を通る最近ちょっと暑い日が続いて外で 仕事したりしててどんどん指が黒くなっちゃって <laughs> すいませんに白や日焼けを気にせず外に出るタイプなので青森県民には珍しく私は色黒で日焼けしても全然痛くならないタイプなのでテニスの時も外にいる時も日焼けをいとわず。 していますでここがなんか逆の目になるのでいつもこう拾ってたんですけどちょっと穴っぽいのでやっぱりこうクロスすることにしてそうするとこうくるっとなるので穴が開かないような気がします16目に増やしましたこっちも16目に増やします編み出し増し目年末しないとこういう感じです ここのすぐ近くをこう拾って。編んでいきます。この赤がかぶって見えないかな。最後の。一目を残した状態で。編み出し目、あ、編み出し目をします。で、こうして。十六目にします。こっちに。マーカーをちょっと。 持ってくるの忘れたので取ってきます <laughs> ちょっとカメラが揺れたノーカットでっていますちょっと今ソファーの方に取りに行きました立ってるとこうやって物を撮りに行っても大丈夫なのでライブもこれでできたらやってみようかなと思っています今夜これの続き えっと、ハートのつま先、靴下の左バージョンを押します。で、インタージャーっていうか糸を渡したり、予約したりしなくてもいい方法を、あやとりさんという方が見つけてくださって、教えてくださったので、教えてくだので <laughs>、それをやってみたいと思います。えっ、ー、と、この編んだ、つま先編んだのともう一個、えっ、ー、と、針を準備してください。 同じ太さがいいけどなかったら似たような太さのでやってみましょうやるだけやってみましょう私はミニ輪針や五本針でも試してみました今ちょっとスマホ押しに編んでいるのでちょっと近いかな これでで段目です,あすいません車の音がうるさくて朝から皆さん働いているのでね私もちょっと出勤前に仕事前に撮影しているというここからえっと作りたい目の6引いた数32目作りたいので26目までずっと増し目をしていくので。 楽です時間としては30分ぐらい編みたいなと思っていますが今日は乗っているか乗っていないか調子によって違うのでわかりませんがありますよね早く編める日とか集中できる日とか今日は寝ぼけてるなみたいなね この赤がすごい使いやすくて、今もう無くなりそうなので、であと一足編みたいので注文することになりそうです。ああ、使い切ってから新しいの買おうと思ってたんですけど、これに合わせる赤ずきんちゃんもちょっと足りないので、買わないって、 思ってたのに買おうと思います優柔不断な <laughs> 優柔不断じゃないか意思が弱いなと思いますまあまあまあ毛糸を自分で作ることはできないのでねおもうつま先っぽくなってきました 針針と針の間から糸を出してくださいここにこう渡してしまうとそこ間違って一目増やしたりしたことがあったので最近食べたものですっごい美味しいものを一つ青森らしいものを説明します。 わかりますきトトロがあの傘みたいに使ったやつの茎をぬか漬けにしたものですいやーこの時期しか食べられなくってちょっと前に収穫したのを茹でてぬか漬けしてたのをちょうど漬けらさってなんて言えばいい味がちょうどついて食べ頃なのが今でこれよりも過ぎると漬けらさびすぎてなんて言えばいい 時期を逃してこう,うんと茎が溶けていくというか腐っ,腐っていくみたいな感じでなので今しか食べられないしうん売ってるのは見たことないなそこら辺の人からもらうか自分家の漬けたのを食べるかで人に送ったこともないのでうんそういう情報はよくわかんないんですけど。 ふき、えっと、の皮をがついたまんまつけてこう一本ままでそれを自分のこう爪でビーってこう一周こ取ってで食べますうんなんかこう緑色のふきだけどゆでるとちょっと黄緑っぽくなってそれがつけらさるとなんかピンクっぽい感じになるので今糸がこっちに出てたのでピッと引っ張りました それがすっごい美味しいです。ちょうどいい。今年はなんか塩を少なめにしてみたんですね。高血圧組だから。うちも両親も私も。高血圧っぽいから。あ、森健ほら結構しょっぱいものを食べるから高血圧の人多いかもしれません。短命犬です。お名変上しようと思って頑張っていますが。それでもやっぱり家庭料理はしょっぱい方だと思うので。 も今年はちょっとしょっぱい塩を抜かして少なめにしたらなんと早めに腐ってしまうというなので本当1週間も食べれなかった気がします毎食そのふきの漬物を食べましただからしょっぱいもの食べすぎるのかな <laughs> 樽1個分たる大きい樽たる樽っていうかななんかプラスチックの味噌のたルの大きいバージョンみたいなやつで つけて、それを一週間ぐらいで。もう少し小っちゃいやつかな。食べてしまって、残りはちょっと腐ってしまって。さようならをすることになりそうです。皆さんはふきの漬物を食べたことある、ある。<laughs> うめ<え>よ。<laughs> そう、うまいっていう。うめって言ってしまうんだよな。すごいおいしいものを食べると、うめって言うから。 いや、でもちょっと綺麗にうまいっていうようにはしてるんだけど、京都に住んでた時に友達同士でラーメンを食べに京都の美味しいラーメンを食べてう、うまって言ったらちょっと怒られました。<laughs> うまいじゃなくて美味しいって言うんだよって <laughs> 言われました。でも私の中では、この 東北のせいいいではななかもしれないけど、えー、とすっごい美味しいものは「運命」だし「うまだし「うまい」だし「美味しい」って言ってるようじゃまだ美味しくないっていうか <laughs> そんなに美味しくない時はそういう感じです。いやなんかこれつま先を編む動画っていうよりずっと青森弁聞かせられてる動画になるかもしれません。 木の漬物は青森に住んで青森にっていうか吹きができるところに住んでないと食べれないし、うん、漬け方を知ってる人が身内にいるとか近所にいないと食べられないのでと思うので言ってみましたそういう食べ物がいっぱいあるんですよだから本当は幸せだなと思う例えばリンゴとかお金出して買って食べるよりも いとこからもらも木の箱っていっぱいもらって腐る,よ腐る腐らないうちに食べるのは大変なくらい冬の間ずっと食べるものでだからリンゴのありがたみを知らないというかだからおまんに行ってこのね国に行ってああちょっとリンゴ食べたいなーって思ったけどなんか全然海外のリンゴってなうん変な。 ちょっと時間が過ぎてるからかテロテロ光ってるしおいしくないし形は整ってないから <laughs> ちょっとお金を出して食べる気にはなれないなリンゴってすごい食べやすいね私は皮むかないでも食べるタイプなんだけどそれだと薬がつくからダメなんだとかって喋られるんだけどアメリカ人みたいにちょっとそこらへんズボンでババッと拭いて食べたいぐらいの皮むくのがめんどくさいんだよね 皮むいておいてあったらなんぼでも食べるんだけどっていう超わがまま発言を果物ってそうだよね皮がむいてあれば食べるんだけどなもう何目になったか全然数えてないけどなんとなくの大きさで24じゃないや26か今回は26になるまで。 あこれが可愛くてしょうがないんだよなめごいって言うんだけど本当はめんこくて <laughs> このまっすぐな糸がこの形になるのがすごい好きこういう赤って昔は、うん、若い頃はちょっと使うのを躊躇したんだけど年取ったら全然赤でもいいじゃないや靴下ぐらい派手でもいいじゃないって思えるようになったな

なんでかわからないけどこういう時は左利きというか左手をよく使った方が楽なんだよなこの音好きなんだよね拾う時の音入ってるかなプチプチって裏編みの時も音が鳴るんだよな本当は鳴らない方が 効率的な感じもするんだけどまだうまい方法が見つからない見えないねピントが合わないんだよねちょっと待って スマホをしにし撮るのがちょっと難しい。あー、自分の目で見ていや、ここはあマシメしいや違う。取れた取れた。もう二十六だったので何が感覚でわかるよね。 <laughs> あと一段そのまま編みますメリヤサ編みです青森弁って言ってるけど本当は南部弁です青森県には南部弁と津軽弁っていうのがあって南部半は岩手の方と一緒にしてそっちが南部弁で南部半が南部弁でえーと 青森ととか弘前氏とかの方が津軽弁ですえ南部弁はそ鉛はあるけど発音がこうイントネーションが違うけど、うん、とあんまり違う言葉で言い直すっていう方言はない感じなのでもしかしたら聞き取りやすいかもしれない。 つがる弁は違うのに言い換えてるのが多くてちょっとこう口調が強い感じがするけど別に怒ってるわけじゃないし敬語も使わないけどでも私はそ学生時代そっちだったのでつがる弁のあったかさみたいなのは感じますね。実は南部弁をしゃべってるつもりです。で できるだけこう。冬寒いから口を開かないように。喋る？ここから一目増します。土佐湯さっていう言葉があります。こう人がすれ違ったらね。道ですれ。違ったらどさって片方が言って、もう片方がゆさっていう。これの意味がわかるかな？土佐はどこ？サイクキャーです。いや、これもわかんないってね。どこさい？クッキャーはどこ？どこに行くの？ って聞いたの結構プライベートな質問をするの。<laughs> さら「ゆさ」って言ったら「温泉」えっと「銭湯に行く」。ここら辺の銭湯「銭湯」「銭湯」っていうか「温泉」しかないんだけど「温泉に行く」っていう意味ですとさ「ゆさ」この2文字ずつで意味が通じるの。そんな感じであんまりおしゃべりな人がいないかもな。いや私はおしゃべりだけど。 寡黙なおじいさんとかおばあさんが多かったりします。もっとしゃべって薄味のものを食べて、ストレス発散して、そしたら短命犬を、もうちょっとちょ長寿の犬になるかもしれませんね。土砂友さ これで二十八目になったと思うので、二段メリヤス編みです。三十目ぐらいあ三十分ぐらいで終わるかと思うんだけど、どうだろう。 あとね、ここでしか食べれないものを言っておこうと思って。<laughs> いや、ど,どうにか手に入るかな。ここでたしか食べれない美味しいものを一つ言います。豆しとぎです。豆しとぎっていうのは、大豆を、上新粉だからなんだっけ、ここ米米の粉を使って、なんかこう、 作る団子みたいなものでこう楕円形になっててお楕円形説明したらこれ外しちゃった楕円形になっててうんうん大豆の色っていろいろあるか黄色いのもあればでもこういう色緑緑青と青か緑っぽいのが一番オーソドックスでで黄色とか茶色とか黒っぽい大豆もあるから黒とかもあるし それがね美味しいんだよね。なんて言えばいいんだろう。ほっぺが落ちる。<laughs> こっちで美味しいことくるみ味するっていうんだけどくるみの味しなくてもくるみ味するんですよ。<laughs> 香ばしいいや香ばしくないから焼いてないからで。ちょうどいい砂糖具合でね。いつだったか干し餅の話もしちゃったかな。すっごい美味しい。それも保存保存。 なんだっけ保存剤違うなそれが入ってないから送,送れるんだったかなでもな岡山の先輩がなんか送ってもらったことあるとかって言ってたから送れるような気がするクール宅急便みたいなので送れるかもしれないうちの近くの地域ではお母さん方がみんなで集まってその大豆を持ち寄っていろんな色の。 豆しとぎを作る日みたいなのがあってそれをお裾分けしてもらった時なんか超幸せうちには作れる人がいないのでそこら辺の道の駅で売ってたらラッキー絶対買ってきてその時期なんかその時期しか取れないんだよな多分大豆が取れる時期だったっけお彼岸の日だったっけさっぱりわかる <laughs> 豆しとぎ熱く語ろうと思ったのに全然覚えてないないやでもそれいっぱい買いすぎちゃったら腐るから えっと、腐る前にちょっとこう切ってバターで焼いて食べても美味しいし生で食べても美味しいしもうかんみたいに羊羹た,たあまり甘くて食べれないけどそのままもっつもっつ食べるのも好き豆将棋の表現いやうんなんて言えばいいんだきなこでもないんだよなちょっと重,重い感じもあって。 それも好き。ちょっとした食事だよね。いや、豆しとぎ他の地域にもあったりしてあるかもしれない。名前が違う。ずんだとは違う。あれは枝豆だし。うん そうそうそその地域で違うで思い出したんだけど赤飯赤飯あれい一段だからあともう一段赤飯はどんな味がしますか皆さんの地域ではうちは赤飯甘いんですよ砂糖が入ってるご飯なのに ご飯に小豆入ってちょっと茶色くなってて茶色くじゃねえか小豆色になってて紫っぽくなっててでごまも入れたりする人もいるけど塩ごまとかを振ったりするけどでも基本は甘いご飯が甘いのがちょっと私あの煮物に砂糖と醤油みたいな,なんか甘じょっぱいっていうこの組み合わせがあまり得意ではないみたいでちっちゃい頃からお祝い事で赤飯もらうけど なんでこれ甘いんだろうなと思ってあまり <laughs> 得意ではなかった。きたぐらいまではなんかこう赤飯甘いらしいんだけどでそれこそお間にいる時に「赤飯作ったから食べて」ってもらってああ苦手なんだけどなあと思って一口食べたらしょっぱくないってなって <laughs> 違う甘くない <laughs> すんごい言いい松が今の大事なところを間違えたあ間違えたなまってるわけじゃないからねこれね言い間違えたいや甘くないってなってうわ豆の味がするしかもごま塩だけのしょっぱさで「何これ?」ってなって「おいしいじゃん」みたいな「小豆おいしい」みたいな感じで感動して「えしょっぱくないあ違う甘くない?」また言った。 甘くないんですね」って言ったら「え甘いんですか?」って言われて「ここはだ大丈夫ちゃんと標準語で喋ったよ」「うん」え「え甘いんですか?」って言われて「え赤飯って甘いもんだと思ってました」って言ったら「えっ?」って言ってそこで調べたらなんと「甘いのは青森県とあ田北の北の方だっけなんだって恥ずかしい」「なんだ」だったら私赤飯好きだったかもしれないなって思って。 皆さんの地域では赤飯甘いですかしょっぱいですかしょっぱくはないかそのままの味ですかこんな食べ物の話ばっかりしてあれさっきマシメしたような気がするまだだったのにあ違うか わけわかんなくなってしまっ,ってにしろやとにしろやとにしろや9 28だからあともう一段編まなきゃいけなかったんじゃないまた間違えた喋りに夢中になってちょっと集中します やっぱりこれは編み物動画じゃなくて鉛動画でした。<laughs> を外せば本当にもるのでそのまんま編みます炊き込みご飯の話になったからそのまんま鶏ご飯の話もしようかな鶏ご飯ってなんていうんだろう鶏の炊き込みご飯のことを鶏ご飯って言うんだけどそれがね隣の家のおばちゃんが。 上手で,で私があんまりうまいうまいって食べるからよくくれだったんだけどもうね結構お年でなくなったんだけどいやーあのおばちゃんの鶏ご飯が好きで好きでうちの母も作ってくれたうちのばあちゃんも上手だったんだけどでもやっぱりね隣のおばちゃんのが一番美味おいしいねえ さっきも増したもう一段かなわけわかんないことになった「にしろやとにしろやとにしろやとに」。 全然じゃんここは増さなくていいでここも間違って真下っぽいからこう外してここを緩めるようにしてこっちも増しちゃったから12段目ひどい間違いだらけになったな残念。 もしあまり下手くそだったら全部編み直そうヘヘで皆さん喋りに集中してヘヘ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 いヘヘ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 になるはずだと思うけどなどヘヘ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 とヘヘ ローやーっと2白やーと1個多いな。じゃあ次の段にすときにここを増さないようにしようでどっちを増さないようにするかを考えた時になんかこっちが多い気がするからこっちだけ増すこっちは増さないようにします。でちょっとこう水通しとかすると治ってくれたりもするので。

26 27 28 OK、でこっちが OK じゃないからここをそのまんま編んでだけど左側を増すと30目になりますでその後メリアス編みを3段編んで。 もう一目ずつ増して三十二目にします。でそろそろ仕事に行かなきゃならない時間がやってきたので一旦カットしたいと思います。だからその前に忘れないようにここを増し目して後ろももう一個編んでおきたいと思います。 裏も28目から29目に増しながら編みたいと思います。仕事から帰ってきました。後半は間違わないようにいきたいと思います。 ちょっとこれで30目になったのでここからえーと3段編みますで数え間違えないようにじゃーんえーと段数カウンターを入れていきたいと思いますこれはウルラボさんというユーチューバーの方が作り方をと紹介していますのでその方のものです えーと使い方は1目編んで1個内側のとこに例えば今1段目で私はえーと0と1の間にこうしたら1の方が正しい数字っていうか多い方が正しい数字今1段目編むよっていう感じでここにこう挟めてしまいますそうすると抜けないのでこんなふうにしています。 このビーズが落眼みたいいいでで好きです。かわいいと思います。と思まダンスカウンターを入れるとどんな音になるかも一応撮ろうと思ってマイクを近くにしているのですが音が入るかどうかわかりません。 シャリシャリ言ってるのがダンスカウンターの音です。ビーズっていうか。で、アディは金属の音がします。今吠えてるのは隣の家の犬です。聞こえるかな。 次は1と2の間にこう挟んでこうするので2が見えてるので2段目という感じでしています。この毛糸残り1 1ムくらいだったのでつま先で4ムくらいでその後 えっと、ハートのつま先になるので、多分、うん、8グラムくらいで残り3グラムくらいになるかなと思います。なので、また同じ色を注文しようと思っています。 こうやって残り何グラムであと何センチ編むから何グラムあった方がいいかなみたいな1センチ1グラム私の中では1センチが1グラムっていう計算なのでまあ11グラムだったら11センチ編めるかな片方ずつ両方だったら5.5センチ編めるかなみたいな計算をしておくとすごい次の毛糸も無駄なく計画的にかっかっ間に合うように変えるような気がします 編みたいけど編む毛糸がないってなるとちょっと結構不安になったりするくらいどっぷり靴下沼にはまってるので早めに注文しますかといって多く注文しすぎないように気をつけていますで3段目になりました こんな感じで123って増やしてもいいし321って減らしていってもでさっきの落画みたいな水色のビーズのとこに来たら終わるっていうふうに自分なりのルールをやっては間違いないようにするといいと思います。 で今夜はハートのつま先靴下のライブをするのでよかったら見に来てください。でもし間に合う方がいたらつま先を5センチくらい編んででもう一本は針かうん、えー、と5本針でもいいしミニは針でもいいと思うので準備して一緒に新しい編み方をやってみたいなと思います。 とということで次の段で増し目をしてでここで外して3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4

ここをちょっと大きくくく外側編むとと丸くなっってくれますちょっとここきつかったからちょっとこう形がカクカクしちゃってるかないつも右がうまくいくので多分左をもう少しうまく編めればもっと丸く見えるかなと思いますこの靴下は履いている時はそんなにまん丸く見えないんですけど自分の足の形になっちゃうのででも 脱いでおいたりとかしたらまん丸いのですごい気分が上がります手袋とかでもすごい可愛いのでよかったらこのまん丸つま先編んでみてくださいもう編める方はこの動画を聞きながらもう一回復習みたいな感じで一緒に編んでもらえたら嬉しいですで今回は32目にしましたこの単色だっていうのもあるしちょっと きついっていう時もあるのでという感じで今日は32目までえっ、ー、と鉛バージョンでつま先まん丸つま先を編んでみました最後まで聞いてくれてどうもありがとう今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございましたまた今夜のライブか明日の あれ明日動画出すかなあ、出すね。<laughs> え出さないかもしれないな。<laughs> えっと、今夜のライブで会いましょう。ではでは。